一体何？ヨウム。ヨウムが私たちを呼ぶなんて珍しいな。今日は何の日だにょん？今日なんかの記念日だったかしら。今日何日でしたっけ？今日は2月14日だよ。2月14日。さないわかる？もちろんさ。今日はあれの日ですよ。ふふん。さすがさないにょんね。日月の日。そっち、日にちは一緒だけど。絶対違うでしょ。あれ？違いましたっけ？まるっきり違うにょん。今日は、バレンタインデーだにょん。バレンタインデー。バレンタインデーって何？バレンタインデーというのは、各地でカップルの愛の誓いの日のことで、女性が男性に対して、親愛の情を込めてチョコレートを贈与するんです。しまった。白夜にあげなきゃ。おもちゃんだけど白夜は？今日はなんか用事があるって、言ってたぜ。でも今日は皆さんでバレンタインチョコ作りませんか？みんなで楽しく作ろうよ。そうだね。じゃあヨウム、台所借りていいかしら？もちろんいいにょん。でも必要な材料が揃ってないから買い出しに行かないといけないにょん。そう？なら仕方ないわね。私が買い出しに行きましょうか？私も行ってもいいか？じゃあ行こっか。私たちは留守番しとくにょん。じゃあ、二人とも行こっか。OK だぜ。さて、マリサたちが帰ってくるまで何しようかしら。弾幕でもしちゃう？しちゃう？しちゃいます？ヨウム、ここで弾幕ごっこしていいかしら？やっとっていいにょーんって、ダメに決まってんでしょうが、あんたらにょんの屋敷壊す気か？これぐらいあれば十分ね。早くバレンタインチョコ作りましょう。でも私バレンタインチョコ作ったことないぜ。大丈夫よ。私が作り方教えてあげるから。私も協力しますよ。ふふふ。ありがとうなんだぜ。ばあ。あはは、驚いたー。いきなり驚かさないでよ。イズギャローイング。いやなんで英語なの？なんだい君は、どこのごめー、近所の奥さんか。ところで、買い出しが多いけどなんか作るの？白玉楼へ行ってバレンタインチョコ作るのよ。バレンタインチョコ？まあ簡潔に言うと、今日はバレンタインデーだから、大切な人に手作りチョコを、あげるってことなんだぜ。え？今の時代って知って当たり前なの？そうですよー。なんと、わしが時代遅れと申すか。ここはもうそんな時代だぜ。そんなところで何やってるの？は、お前は確か、表情豊かなポーカーフェイスの、そう心じゃねえか。そうじゃねえ旗野だよ。マリサ、その人と知り合いなの？まあ知り合いというか、確か、蜃気楼異変を起こした、旗野心だぜ。心さんは、人里に何か用ですか？用というか、面白いことないかなぁと思って。要するに、暇人か。暇人扱いするのやめてもらいます。早く白玉楼へ戻りましょう。ヨウムたちが待ってるわ。もう行くの？ああ、今日はバレンタインデーだからな。バレンタインデー、気になるんだけど。ねえねえ、私も一緒に同行してもいい？私もいいかな？小笠さんと心さんもバレンタインチョコ作るんですか？作らないけど、どんなのかなーって。まあ気になるしね。それじゃあ、早く白玉楼へ行って、バレンタインチョコ作るぜ。へぇ、ヨウムも乙女なとこあるじゃん。私だって。恋はしたいにょん。マリサたち遅いね。まだかかっているのかしら。オース、ただいまだぜ。おかえり。おかえり。そうそう、この二人も行きたかったらしく。え？誰なの？ばあ。あはは、驚いたー。ちょっと、驚かさないでよ。そうよ、心臓に悪いじゃないの。その体様も癒したろうか。お願いです、この傘ちゃん燃やさないでください。あなたは確か、小傘だにょんよね。私もいますよー。え、確かあんたは、旗の心じゃない。ふふ。久しぶりだね、霊夢。あの時の異変以来かな？会うのは、昨夜説明してくれない？実は人里で偶然会って、バレンタインデーの話してたら、興味があるからと言ってついてきたのよ。あなたたちもバレンタインチョコ作りに来たの？見学です。どうだよな。まあとにかく、バレンタインチョコ作ろうぜ。チョーコ、チョーコ、チョーコ、チョーコ。それじゃあ、調理開始だにょん。こうすればいいのかだぜ。そうそう、まだチョコが溶けてないからもうちょっと混ぜよっか。さなえ、チョコレートクッキーできたよ。お、うまいですね。みんな楽しく作ってるにょんね。そうだね、楽しいね。
バレンタインチョコ作るの楽しいね。フランちゃん、ほっぺにチョコついてるよ。え？ふふ。フラン楽しそうね。レミリアさん、チョコ作るのうまいですね。昨夜に教わったからね。ねえねえ、霊夢、味見してもいい？いいわよ。それじゃあ、いただきます。どうですか？おいしい。甘くて口の中でとろけるような美味しさだよ。あらら、甘い香りがすると思ったら。お帰りなさいませ、ゆゆこ様。ゆゆこ、お邪魔してるぜ。おばさんお邪魔してます。もう一回言ったらわかってるよね。ごめんなさい。ゆゆこさん、今バレンタインチョコ作ってるんですけど、一口食べませんか？え、全部食べていいの？ゆゆこ様、全部じゃないですよ。それは白夜にあげる分ですよ。でも白夜喜ぶでしょうね。そうね、白夜は動画編集頑張ってるから元気づけなきゃね。もう来るかもしれないからね。できたぜー。みんなうまくできたみたいね。小石ちゃんの作ったチョコ美味しそう。フランちゃんの作ったチョコも美味しそう。早速、白夜のとこへ行きましょう。ゆゆこ様も一緒に行きませんか？いいえ、私はいいわ。行ってきなさい。私たちも白夜のとこ行こう。私も。じゃあ、行きましょうか。ふう。少し休憩するか。そういえば今日何月何日だっけ？ 2 月14日？うわぁ。今日バレンタインじゃん。今日の日付言わんとけばよかった。まあ正直言って俺はどうでもいいけどな。それにしても最近霊夢たち見ないなぁ。まあみんな忙しいんだろ。なんだ？君たちノックしてから家に入ろうか。何の用？またゲームしに？集金受け取りに来ました。か。私ら集金受け取りに来たんじゃないんだぜ。あれ？白夜さんって普段メガネかけてましたっけ？普段かけてるよ。動画編集の時も日常生活の時も。君が白夜くんかい？君誰？君面白い人だねー。古賀様でいいんじゃん。和式のこと覚えててくれたの？嬉しいなぁ。そりゃあこの前俺を驚かしただろうがよ。自己紹介するね。私は旗の心、あまり合わないと思うけどよろしく。ああ、よろしく。ねえねえ白夜。今日はバレンタインデーだからね。チョコ作るって出たの。お礼に。私からもだぜ。もちろん受け取ってくれるよな。私の手作りチョコ。もちろん受け取るよ。ありがとう。私の手作りチョコも受け取ってくれるよね。もちろん、俺のために作ってくれたんだろ。味わって食べるよ。ふふふ。ありがとね。フランの手作りバレンタインチョコ。あ、げ、る。フランもありがとな。よくや。私からの手作りバレンタインチョコだにょん。ヨウムもわざわざ作ってくれてありがとな。いいんだにょん。全部食べてね。もちろん、全部食べるよ。白夜さん。サナエも作ってきてくれたのか。私の手作りバレンタインチョコです。いやでかすぎでしょ。これ絶対食べきれねえだろ。サナエ。まさかじゃないけど、一人で作った？うえい！マジかよ。でもまさかサナエがこんなにでかいバレンタインチョコ作るなんて、思わなかったな。ふふふ。愛情表現ですよ。でももらっとくよ。ありがとう。よくや、私からの手作りバレンタインチョコよ。え、昨夜も、これからも動画編集頑張るのよ。ああ、頑張るよ。次は私だよ。はい、バレンタインチョコ。おう、ありがとう。よくやさん、私たちからもですよ。味わって食べてねー。意外だな。サトリア小石までチョコ作るなんて。白夜彼女いないか。彼女いないよな。でも内心嬉しいんですよね。おい勝手に人の心読むんじゃねえよ。モテ男はきついねえ。いつもこんな感じで楽しくやってるの？そうね。白夜といると楽しいんだもの。霊夢。なに？マリサ。私の手作りチョコ、受け取ってほしいんだぜ。私のために作ってくれたの。そうだぜ。この前、私が能力使えなくなってた時に、励ましてくれたお礼だぜ。マリサ、大好き。私も大好きだぜ。ふふふ。みんな楽しめたみたいね。視聴者の皆様、今回の動画はいかがだったかしら？見ててわかるとは思うけど、人生初の10分動画なのよ。まあ慣れてきたから10分動画を作ろうと思ってたみたいだけど、ちなみにリアルの方のバレンタインデーは一人も
もらってないそうよ。まあ、予想はしてたけどね。また、投稿ペースの方も早くできるように、レクヤに言っとくわ。それじゃあ、決めようかね。では次回の動画もお楽しみに。え？バレンタインデーなんてどうでもいいって？どうしてそこでやめるんだ、そこで！だからこそ。おい、最後まで言わせてよ。